はい、ということで、大勢秋葉でございます。今回は、矢沢永吉さんの魅力についてということでちょっと喋っていこうかなというふうに思います。で一応今日の音楽ニュースとしてはですね、最近の音楽ニュースとしましては、ローリングストーンズがですね8年ぶりに新曲を出したということで、リビングゴーストタウンというね、曲を出した、ということが、ありまして、ローリングストーンズさんはね本当にもう言わずもがな、もう本当ロックンロールの代名詞というかね、本当にすごい、もう今もう70過ぎて、やってるようなもうロック界のレジェンド、もう伝説のまあミュージシャンでございますけども、そのローリングストーンズがね出したということでですね、今回のこの曲がですね、タイトルの中にゴーストタウンというまあのがあるので、まあロックダウンというかね、都市封鎖されたまあ世界というか、このコロナウイルスの、騒動を言ってるような曲なんですけども、これすごいのが去年ね、去年の段階で作ってたっていうことで、そのコロナがある前にね、作ってたわけで、そういう意味ではなんか予言者じゃないかみたいな声が巷で、広がってて、YouTube の再生回数もすごい伸びてるっていうようなね感じで、そりゃローリングストーンズが8年ぶりに出すんだったら、やっぱそれなりの注目というのはあるかなというふうに思います。でまあもう本当に今回紹介するのは、日本のミック・ジャガーというね、僕が勝手に言ってるだけなんですけどね、そういう矢沢永吉さんの魅力についてね、言いたいと思います。僕も矢沢永吉さん大好きでですね、矢沢永吉さんの曲とかね、そういうものについては、後々いつか喋っていきたいなとは思うんですけど、矢沢永吉さん自体の魅力ってね、本当に、皆さんは、これはもうね言わずと知れてかっこいいっていう、もう男中の男みたいなのがありますけども、僕はですね矢沢さんの魅力っていうのは、もちろん音楽性もあり、そして、人柄もあり、そして今までの伝説と呼ばれてるような、ものがあるということで、僕は矢沢さん結構その見せ方の天才というふうに思うんですよね。その矢沢永吉というブランドを本当にこう自分でもう若い頃から作り上げてきて、名言にね、矢沢はいい、俺はいいけど矢沢はどうかなみたいなことを言ってるぐらい、その自分自身という、人間性と矢沢永吉というそのもう一人の、人格をですね、こう乖離して物事考えて、でそれで世の中にこうインパクトを与えてる、それでいてそのロックスターである矢沢永吉というね、存在を新た別に作ってるというような感じで、だからねこれまほどにもう本当に世の中が虜になるような、方なんじゃないのかなというふうに思います。で僕も成り上がりとかですね読んだりとかしてる中で、やっぱりその今ね本当にいろいろ世の中音楽だけじゃなくて変わっていく時代で、インフルエンサーとかね、起業家とかね、ビジネスとか副業とかそういうの世の中に浸透してますけど、そういう意味でこうやっぱ世の中的にはこう生き方改革とかね、働き方改革だけじゃなくてこう自分の信じた道を行くみたいな、風潮があると思うんですけど、矢沢さんっていうのはもうなんかずっとそれをやられてきてるような感じでですね、上京した時から俺はロックスターで世の中をあっと言わせるんだというようなことで、もう圧倒的な行動力が、ありますよね。有名な話ですけど、I love you OK をですね、レコード会社に、ノーって言われて、でその悔しさというものがこう原動力になって、そこからこうね自分のこう生き方、自分の主張の仕方とかね、やりたいこととか音楽で俺は食っていくんだっていうことをこう常に念頭に入れて常に行動してきたというような方で、その矢沢さんの生き方というものが、ものすごくですね本当今の人間にもですね、今のこの時代が変わろうとしているこの現代の人間にでもね本当に響くんじゃないのかというふうに、思いますね。はい、ということで、あと、矢沢さんの音楽的な魅力っていうのは僕は結構圧倒的なグルーヴ感だと思うんですよね。その矢沢さんのやってる音楽っていうのは、ロックンロールですよね。そのロックンロールでその矢沢さんの声っていうものがめちゃくちゃ合ってるわけですよ。ちょっとしゃがれてるというかね、そうしたそのなんか勢いがあって、そして哀愁があるというようなね、そのロックスターならではの独特の色気
というか、あの声がめちゃくちゃ合ってるというふうに思うんですよね。やっぱ力強いですよね、矢沢さんの声っていうのは。この透き通るですね、本当によく言われる、歌が上手いと言われている方々のこの透き通るような美声というものの魅力ではなく、もっとすごい次元で矢沢さんはその声というものを見事にロックンロールという音楽の枠の中で収めてるというか、もう枠を超えてるような存在じゃないかなと思います。でやっぱりそのライブとかのパフォーマンス見てても、やっぱそのグルーヴ感っていうのがすごいんですよね。やっぱロックっていうのはまあ発祥がね R&B とかだったり、まあ、ブルースとかだったりするので、やっぱそのグルーヴ感っていうのはめちゃくちゃ大事になってきて、矢沢さんのあの色気のある声でこの独特のノリとかがこうちゃんと表現できていて、そのやっぱ聴いてる人をこう飽きさせないような、まあ、音楽 の、 そのリズムの取り方とか乗り方っていうものがあるんじゃないのかなと。やっぱ矢沢さんのリズム感覚とか、やっぱそういう音楽を聴いてるとブレがないというかね、まあ、そういう意味で矢沢さんの音楽性って魅力があるのかなと思います。あとですね、やっぱロックンロールやってるんですけど、こうたまにねバラードとかね渋い曲とかを、まあ、歌ったりするんですけど、まあ、僕が特に好きなのはこうシュロの加減とかね、なんですけどね、あとまあ松本隆さんがこう書いた、安物の時計とかね、まあ、そういったこのちょっと渋い大人な曲っていうものをこうブルージーに、おしゃれにこう歌いこなせちゃうっていうね、やっぱそこの色気というものがすごい出ててですね、なんかそういう意味でこういろんな局面をこう音楽で見せてくれるというような、まあ、矢沢永吉さんの、まあ、歌声はやっぱすごい、本当になんか音楽の可能性がすごい大きい方なんだなというふうに思います。やっぱ矢沢さんは本当に音楽の、まあ、ボーカリストとしてはもうやっぱ最高なだけじゃなく、生き方としてもやっぱすごいなと思います。でね、矢沢さんって作詞をね、まあ、ほとんどしないんですよね。いろんな方に、作曲を、はするんですけどね、作詞はいろんな方にこう頼んでるというかね、いうものなんですけども、なんかやっぱ矢沢さんの音楽聴いてると、そのやっぱ矢沢さんの曲に対して作詞を書く方々って、やっぱ矢沢さんの人間性というものをこうちゃんと理解して、矢沢さんが歌うことによって説得力が生まれるようなやっぱ歌詞を、書くんだなというふうに思います。だから例えばね、本当にアリオサラバとか、ああいう歌をね、やっぱこう俺は頑張って生きていく的な、やっぱその力強さみたいなものをね、やっぱこう説得力があるっていうのは、やっぱ矢沢さんの歌声でやっぱりそれが成り立つような部分もあるので、まあ、そういう意味ではやっぱいろんな方がね、やっぱその矢沢さんの可能性というか、まあ、矢沢さんのその凄さというものを歌詞で体現してるんじゃないのかなと思います。なのでね、本当に矢沢さんの曲はまあ今後ね、ちょっとなんか何曲かやっていきたいと思いますけどもね、本当に生涯現役でですね、もう70も超えてらっしゃるのに、ね、この間もいつかその日が来る日までってアルバム出したりとか、まあ、してて、本当に毎回、アクティブで、本当にいろいろ世の中を沸かせるような、本当に素晴らしい、もう本当ロックの伝説、生きる伝説、もう僕にとってのスーパーヒーローでございます。はい、ということで矢沢さん、の紹介でございました。